あ、僕も著作権フリーなんで。銀座七重チャンネル。銀座クラブ七重、からさん七重です。お願いします。よろしくお願いします。からさんどうも。はい、お願いします。はい、愛天下 の、 あのパトロンできました。お願いします。今週からね、はい、入店してくださって。そうなんですよね、天ちむちゃん、改め、はい、愛天下さん、はい、でヒカルさんがいらしてくださって、今ちょっと撮らせていただいてます。そうなんですよね、すごいですね、このお店の雰囲気。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。かっこいいですね。いえいえ、以前も一度いらしていただいてますね。はい、あの、はい、門寮と来ましたね、ここに。はい、はい、そうです、そうです。隣のお部屋で撮っていただいて、はい、でここで私は初めてヒカルさんとお会いして、はい、飯交換させていただいたという経緯なんですけども、はい、はい、ありがとうございます。お久しぶりでございます。お久しぶりです。なんかちょっと今日いろいろこう質問いただいたりとか、逆に質問してもよろしいですか。はい、大丈夫、全然もちろん、はい、お願いします。ママになった経緯というか、はい、ママってどこからスタートしたんですか。あ、スタート、その、はい、社会人デビューって何からなんですか。それやっぱりそのキャバ嬢からなのか、イメージ、そういうイメージなんですよ、僕は。夜の世界で働いてた人がこういうところに来るのかってイメージなんですよ、はい、意外にそうでもないのかって気になってます。うん、私はキャバ嬢もやってましたし、はい、一番最初水商売はスナックでした。ああ、なるほど。スナック店長、はい、はい、カスカメも、はい、そこからスタートで。そこからスタートですね。向こうも撮ってますからね。あ、でも撮ってる。いや、いいですよ、いいですよ。僕も著作権フリーなんで。どんなアプロも OK って言ってるんですよ、根本的に。はい、全然いいですよ、全然いいですよ、本当に。僕は何でも大丈夫なんで。はい、NG ゼロでもね、やってるんで。ちなみにその YouTuber とかってお店来たりするんですか、お客さんで。そんなのあるんですか。あ、今週はでも、あの、アイテムカスちゃんの入店で結構いらっしゃって、はいはいはい、普段から僕こういうと来れないですね。おお、あまりお酒飲まないです。そうなんですよ、僕ホロ酔いだけなんですよ。あ、ホロ酔いね。ホロ酔い一筋で。あ、そうなんです。そうなんですよ、ホロ酔い一筋でやらしてもらってるんですよ。なるほど。はい、で、さっきあの店長にホロ酔いないって聞いたら、ありませんって言われました。めちゃくちゃ高いホロ酔いないって聞いたら、ないって言われたんで。ホロ酔い落ちたら来るかもしれないですけどね、全然。超高いホロ酔いです。500万円です。マグナムで踊ってください、マグナム。ダブルマグナムぐらいで、はい、お願いします。いや、僕分かんなくて、その YouTube 光るって期待されるところがぶっちゃけあるんですよ。過去なんか行ったのかあるんですけど、なんかの、その知り合いの人行ったら、やっぱなんか期待されてる部分、なんかすっごいお金使わないとダメみたいな、なんかあれがあるんですよね。SNS から撮ってたら光る近くで、あいつホロ酔い頼んで帰っていったみたいな。あいつやばいぞってなりそうですね。マジいた客に客邪魔になったみたいな。邪魔になったみたいな。で、僕も、うん、あの頼むやつ決めてます。あの、電池で見て、あの、実はあって。あ、そうなんですね。はい、もうかっこいい名前のやつだったんで、その漫画僕好きなんですけど、漫画でよくなんか聞いた名前があったんで、はい、それをもう天地に来たら、頼もうかって。おー、ワイン、シャンパン、あの、僕わかんないですよ、名前しか。あ、名前の、分かった分かった。一番最初のやつですか。いや、違う違う違う。僕一番好きな、なんか漫画でよく聞いたやつ、ルイ13世。おー、ルイ、100万くらい、100万ジャストじゃないかな。130ぐらいだっけ。とりあえず一旦そこスタートで、はい、まあ、1回それで様子を見て、で、それで、はい、一旦、そうめんとは麺切ってます。あの、そのとかまずいんですよ。正直ね、そうめんまずいんですよ、あれ、ほんとまずくて。これ出していいですか。そうめんって逆に褒め言葉なんです、それが。言ってましたよ、そんな褒め言葉いただいていいんですかって。言ってました。そうめんまずいで有名ですからね。それで言ってますから、あれはまずさで言ってるんですよ。逆に、だから逆張りっすよ。逆張り、逆張りっす。もう他のお酒が美味しいんで、美味しいの作っても無駄やと思ったそうめんはまずいでしたよ。その結果バズったって本当。まずさで言ってます。そうなんですか。いや、本当そんなんですよ、マジで。あ、そう、いや、いや、僕が言ってる大丈夫です。ママに本来何も来ない。はい、まずかったっすからね、そうめんの時。スタッフで来たら知らなかったんですよ、マジで。全部まずいっす。全部まずいっす。匂いからなんかね、合わなくて。お酒嫌いの僕が飲めるシャンパン、ただそれはもうご利用してきますけど。ワインも匂いがもう多分ね、甘いもんね、きついんですよね。お酒全般が多分もう、あんま合わなくて。美味しいお酒ってなかなかむずいですね。やっぱ甘いやつしか無理ですね、今現状。ほろ酔いだけ。ほろ酔いとか。あと関西だってヨギパー。ジュースみたいなやつが好きなんですけど、まだほんとカシスオレンジぐらいじゃないときついですね。だからそういう甘めのやつの高いやつ出してほしいですね、ちょっとメーカーさんが。そうすると格好つくじゃないですか。
甘めのやつ、カシスオレンジみたいなやつの100万円バージョン出してほしい。出してくれたら甘めやつですね、映えるやつも、バチバチ映えるやつ、はい、まず出します。お酒じゃあちょっとプロデュース出します。そうですね、金黒のやつ出しておきます。はい、金黒ツートンのやつ、はい、高級さん、はい、出します。ちょっとママの部屋っていうのやってどうですか。ゲスト呼んで、誰がゲスト、はい、ママのもてなすっていうバズりそうっすけどね。やっぱママのその包容力とうまくやる感じでゲストをもてなすっていうのは結構面白そうっすけどね。逆に言うとママやからこそ、そうか、なんか本音を話してくれる人とかもいそうっすけどね。ああ、なんかお悩み相談とかよく聞きます。そうっすね、なんかありそうっすね、すごいあの深いやつ、そういうの結構 YouTube にしたらバズりそうっす。ああ、はい、コンテンツ的に。テンチンもだって雇うってことは結構、まあ、ある種挑戦的ですもんね。まあね、でも、もう2つ返事で、いやー、もうぜひって感じ。あとなんか結構本当、どっくだらない質問なんですけど、一番高いお酒、2500万じゃないですか、あんなんて、1年間って何本ぐらい出るんですか。いや、あれね、はい、あの一番世界で一番高いロマネコンティっていうお酒の、はい、珍しくマグナムサイズがあるだけなんですよ。はいはいはい、が入ったので、はい、普段あの手に入らないので、あの出ないです、出ないです。あ、出ないですか。飾ってある感じです。ただ一応メニューに載っけたら。あ、あんなをパンパン頼む人って意外にいないんですか。あの普通サイズもあります。もう普通サイズいるんですね。サイズで800万、850万、900万、1000万ぐらいなんか、時給本屋持ってるのであるんですけど。毎月出てるみたいで。いやいやいや、年に1、2回。え、そんなにいいんですか。それやったら頼む、頼むのいいかも。あ、会えると思いますよ。なんかその結構ポンポン出ていくんだろうなと思って、なんかそのポンポン出ていくんだったら、なんかそれだったら別になんかかすむじゃんと思って、なんかあれかなと思ったんですけど、逆にそういうもんなんですね。まあ、そりゃそうか、そんなポンポン出るのおかしいから。置いてる店もそんなにないかもしれない。なんか僕こういうお店ってなんか本当石油王みたいなとこ来るかなと思ってて、その当たり前にそれをなんか使っていく人がいるのかなと思ってたんですよ。そうでもないですよ。そうなんですよ。よく普通でよく出るのってやっぱその数十万、100万出たらすごいってなるレベルなんですか、やっぱり。うん、100万ぐらいのお酒が出ると、おお、ああそうなんですね。あ、なるほど。じゃあちょっと利用しやすそうですね。そういうなんか本当に1000万が求められるのかなと思ってたんですよ。いや結構普通になって1000万使う方はそうしよう。まあ、もう誕生日とかってことですね、やっぱそのなんか、そうですね、なるほど、そういうことなんですね。じゃあそう考えたらデイジー下社長やばいですね。ああね、太っ腹ですね。そういう気がすんといきますよね。はい、行き過ぎでしょ、あの人。はい、積んでましたね、現金でわざわざ。ちょっとずらしながら積んでます。すごいな、すごいっすね、デイジー。あ、ね、やばいっすね。え、女性みんなにあのドレスを配って。ああ、去っていったんですか。ドラ顔で去っていったんですね。すごいっすね、社長。顔出し OK の女の子何人いるのみたいな。事前に聞かれて。きっちり宣伝して帰っていったんですね。きっちりデイジーを宣伝して。ここって女の子はドレスなんですか、基本。ドレスか、はい、着物。着物かスーツ。ああ、うん、スーツもいるんですね。ああ、私は割とスーツ着ますね。ここになんかナンバーワンのランキングってあるんですか。あります、あります。あるんですね、ランキング。あります。ランキング1位はママはも関係ないですか。ランキング入ってないですか。うん、そう、あの雇われママもうち2人いるんですけど、はい、私と雇われママ2人のこの3人はランキングに入らないです。なるほど。その下からなんで、まあ天下ちゃんで1位ですよね。1位なんですか、今。あ、もうそれ800万入ったら。基本的に1位っていつも固定なんですか、同じ子が1位取るんですか。あー、でもね、うちのオープンしてからずっと1位だった子はママになっちゃったんで。あー、なるほど。最近はまあちょっと変動あるから。もう殿堂入りみたいな感じですね、ママになるから。そのこういう職業で一番求められるものってママ的には何なんですか。いろいろあるじゃないですか、その見た目とか、はいはい、何が一番求められるんですか、こういう職業には。まずはやっぱり売り上げが最低このぐらいないとっていう線があるんですよ、はいはいはい、でそれをクリアしてきて、さらにあのお店の立場になってものを考えられる。あー、なるほど。お客様にちゃんと誠意、はいはい、を尽くしているかとか、こう人間的なものも多少求められる。はいはいはい。僕ってあのホストしてくれって言われるんですけど、僕ってホストいけそうですかね。いやめちゃめちゃいける。いけますか。いや、めちゃめちゃいけますよね。ナンバーなっちゃいますかね、じゃあ。そうですね、いや、ダントツナンバーワンですよね。なっちゃいそうですね、自分でも。自分怖いですね、それが。なんかよくいるじゃないですか、歌舞伎町でなんか何千万プレイヤーみたいな。トンと抜かしちゃうと怖いです。はい、1ヶ月、もう初日で抜かしちゃうんじゃないかなと思って。これ使っていいですか。全然いいですよ。全然いいですよ。僕は NG ってほんとゼロなんで、
僕はもう疲れないものがないんですよ。それが僕でなんかどこまで言っていいかどこまで言っちゃダメだから自分で分かってないんですよ。意外に店長もこうやった。確かに。すごい人気やな。うん。すごい人気ですよ。楽しいですよね。やっぱこう。雰囲気的に。はい。楽しいですね。え、ほんまだから下でね、なんかプライベートだったらやれるなんてもっと楽しいんだよなと思いますね。店長めっちゃ顔広いですからね。本当に。そうですね。友達の数というか、なんか知り合いの数というか、愛され方がね、おいおい本当に、ね、よくだから愛天下って名付けたなと思って、あこれ誰が名付けたんですか、愛天下は。あ、愛沢由美ですよ。ああ、そうなんですね。愛沢さんの愛を取ってるんですね。ああ、そうかもしれない。まあ、愛されてますからね、店長って、本当に。本当そうですよね。はい、すごい腰も低くて、すごくハートがいいなと思って。確かに。僕はやっぱこういう業界いますけど、知り合いって少ないですよ。あ、そうですか。少ないです。僕、もう本当に人脈はほとんどいないですね。うん、こういう関係がすごい狭いです。うん、なんかこういうその多くの人がいる場に僕行かないんですよ。うん、はい、で本当に一人でずっと引きこもってやってるんで。まあ、目立っちゃうんですからね。そうだから本当にだから店長すごいなと思います。顔も広さがやっぱり。芸能人も詳しいですし、うん、どんなとこでも知ってるんで、うん、すごいですね。でもヒカルさんもコラボすごいされてるじゃないですか。はいはい。いろんな有名な方と。はい。だからこうある意味そうね、顔広いんじゃないですか。連絡先交換とかあんましないですか。あんましないです。もうだって LINE の友達僕200人ぐらいですよ。そうなんだ。はい、少ないですよ、とにかく。で、本当コラボしてる人だけですね。うーん、だから関わったら大体コラボするみたいな感じで。うーん、少ないですね、友達っていう友達みたいな。うーん、 YouTuber の人とも知り合いもそんな少ないですし、関わってるだけですもんね。あ、そうなんだ。すごい狭いコミュニティの中で生きてるっていう感じですね。あ、はい、まあでもね、有名人ですからね。そうですね。だからママ友っていうのは今もだからママぐらいですね。あ、そうですね。はい、ママ友はママぐらいですね。やっぱ光栄です。はい、なかなか増えなさそうですもんね、ママ友って。あんまりこんなノリ良くないじゃないですか、なんかもっと厳しそうじゃないですか。厳しいですよね、絶対。はい、怒られそうですもん、僕も。なんかちょっと髪の毛まず染めてきなさいみたいな言われそう。